さあアレクサンダー・カレリン登場です。ロシアのカレリン、ソウルオリンピック金メダル、バルセロナオリンピック金メダル、その間に行われた世界選手権でもずっと1位を続けまして、オリンピックの3連覇、そして世界選手権での8回連続の世界ナンバーワン。対戦するのはこの人です。チュニジアのアヤリ。試合場が3つありますが、そのうちの B マット、真ん中のマットにアレクサンダー・カレリンが登場しまして、場内のお客さんは大拍手。ご覧のように身長は2メートルあります。左ロシアのカレリン、青がチュニジアのアヤリです。さあ、どんな試合になるかというより、どういうふうにカレリンがこのアヤリを料理するのかですね。そうですね、はい、早くも後ろに回りました。ポイントを取ります。バックを取って1ポイント。カレリンの得意技はあの豪快な俵返しなんですが、 そうですね、その体勢に持っていけるかどうか。1ポイントはまず取りました。ここからどう攻めていきますか。回していきます、ローリング、これで2ポイント。ここが俵返し入りますね、はい、さあ左腕をがっちり決めに行きます。ここから俵返しがあるか。懸命にアヤリがこらえます。持ち上げて、あおっと、こらえた。もう一回行きます。お、ここでレフリーがスタンドを命じました。まだですか、まだ大丈夫ですか、はい、持ち上げた、俵返し、場内はカメラのフラッシュ、俵返しも決まった。そしてフォールの体勢に持っていく、もうちょっとだ、もうちょっと。ポイントはしかしこれで7ポイントになりました。今の俵返しの瞬間にはものすごいフラッシュでした ね、 そうですね、皆さんお客さんも知ってます、はい、カレリンの得意技。ポイントこれで8ポイントになりました。8対0です。試合時間は1分49秒経過、8対0です。アレクサンダー・カレリン、オリンピック3連覇へ向けてのその初戦です。ソウルオリンピックの 時はですね、はい、なんかハリウッドからも誘いが来たっていう話を聞いたんですけども、この風貌です、はい、彼のデビュー戦がソウルオリンピックだったと思うんですけどね、はい、世界のですね、あの88年からオリンピックで金メダルを取って、さらに世界選手権も必ず金メダルを取り続けて、バルセロナ金メダル、その後93、94、95年も世界選手権の優勝者、アレクサンダー・カレリン。地球上に敵なしというこのカレリン、今年の開会式でも軽々と旗を持ちましてね、旗手を務めてました。そうですね、今年はロシアの旗手を務めましたアレクサンダー・カレリンです、まあ、かつてはソ連の旗手を務めたり EUN の旗手を務めたり、はい、まあ、とにかくロシアを代表する選手ですね。そうですね、はい、スポーツ界全体を代表する選手、このアレクサンダー・カレリン、9ポイントまでいっております。あと1ポイントでテクニカルフォール勝ちですが、アメリカはですね、はい、あ、すみません、アメリカはあのバンガードだという、そうですね、フリーの130キロ級の選手が旗手を務めてましたね、はいはい、さあバックを取って10ポイントになりましたか、はい、そうですね、10ポイントになりました。テクニカルフォール勝ちでアレクサンダー・カレリンの1回戦の試合が終了しました。このクラスに出場している日本の鈴木健一も言っておりましたが、はい、カレリンとやってみたいと、はい、ですから今負けたアヤリも何かありがとうございましたというような感じで ね、 でね、頭を下げているように見えましたが、はい、アレクサンダー・カレリンが貫禄のまずはテクニカルフォール勝ちです。
まあ、ここまで偉大な選手になりますと対戦する相手の方もやっぱりぶつかって光栄ですというような気持ちになるかもしれません ね、 ね、チュニジアのこのアヤリを軽々という感じで持ち上げましての得意技俵返しが決まりました。ロシアカレリテクニカルゴール勝ちで1回戦を突破しました。